ネアサラミス・ハマグスタ FC、またはネア・サラミナ・ファマグスタ FC は、キプロス島のハマグスタを本拠とするプロサッカークラブである。1974年のトルコの北キプロス、占領以後は難民状態にあり、2014年現在は、ラルナカを一時的な拠点としている。ネア・サラミナの最も著名な実績は、1990年のキプロスカップと、 キプロス FA シールドでの勝利である。キプロスの一部リーグである、キプロスファーストディビジョンにおける最高順位は3位。チームが誕生したのは1948年で、最初の5年間は、キプロスアマチュアサッカー連盟選手権に参加していた。1953年にキプロスサッカー協会への加盟を果たし、以後は、協会選手権とカップコンペティションに定期的に参加するようになる。 現代に至るまでに50シーズン以上のキプロスファーストディビジョンに出場しており、2013-14シーズン現時点ではランキング7位につけている。ネア・サラミナは1990年の UEFA カップウィナーズカップ1990から91で初めて欧州の主要大会への出場を果たした。1995年と1997年、2000年の UEFA インターとトカップにも出場している。チームはもともと1948年に創設されたネアサラミナファマグスタスポーツクラブの一部という位置づけであった。親クラブは男子バレーボールチームである。ありがとうございます。